はい、占いも、まあ、スピリチュアルの分野ですよね。で、いろんな占い師の方がいます。例えば、タロットカードを使ったタロットの占い師、もいると思いますし、なんかですかね、水晶玉みたいなので、やるのもあると思います。で、この占いっていうのは、その人によって違うので、僕は占いを信じるかと言われれば信じます。ただ、全部が全部を信じるわけではなくて、占いをやってる人がどういう人かっていうのが重要だと思ってますので、今の私の場合はその相手を見て、まあ、無意識にこうチャネリングをするわけなんですけども、あ、この人大丈夫な人だなというふうに感じたものだけ信じます。で、そうじゃないのは、その人のエゴだったりするので、それをただ伝えられている、場合もありますし、それは、まあ、チャネリングも一緒、チャネラーも一緒なんですけど、やってる人がどういう人かっていうのが、ポイントだと思います。